チームキャプテンになることは想像しなかったですし、やっぱり、まあ、自分の中でやっぱり試合に出たい1年目の時は出る機会っていうのは少なかったですし、ジュビロで試合に出て出続けるレギュラーを取るっていうふうに思ってたので、まあ、でもまだまだそれが完璧にできたかって言ったらできてないですし、ジュビロでタイトルも取ってないんで、まあ、自分のやっぱ入ってきた時に、まあ、試合に出てタイトルを取りたいっていうふうに入ってきたので、まだ自分が想像してた、うん、の想像してたものではないのかなというふうに思います。やっぱミスを恐れて、うん、消極的になるプレーも多かったですし、ミスをした時に引きずってその後のプレーにも引きずることも多かったので、まあ、そういう部分ではやっぱりメンタルの部分でミスしてもどんどん前向きなプレーを増やしていこうっていう気持ちにの持っていき方ができるようになったと思うので、まあ、メンタルの部分でやっぱ成長したのかなというふうに思います。まあ、びっくりしたっていうのは正直な気持ちで、まあ、でも、まあ、キャプテンになって何か特別なことをしようっていうよりも、今までジュビロでやってきたことをそのままやっていこうというふうに思いました。自分の特徴っていうのは誰とでも喋れますし、いろんな人とコミュニケーション取れるので、まとめるっていうよりもそういういろんな人とコミュニケーションを取っていこうかなというふうに思います。ジュビロが一番大事にしてるっていうのはチームの輪だと思うんで、やっぱり誰かが落ち込んでいる時っていうのは他の選手が助けるべきだと思いますし、まあ、グループから離れそうになった時に誰、まあ、みんなが手を差し伸べてチームにまた戻すっていうのも大切なことだと思うので、やっぱりそういう部分は大事にしていきたいなというふうに思います。まあ、やっぱり試合に出続けたいっていうのはずっと思っていることなので、フルで出たことがジュビロに入って一回もないので、やっぱり試合に出続けたいっていう気持ちは強いです。